皆さんこんにちは、ジミです。リクムです。ドンキです。はじめまして、純レギュラーの飯沼です。お願いします。アトムビの根本です。お願いします。今日は豪華ね、豪華全員がいっぱいいるということで、大腸。で、全員練習をやっていきたいと思います。お願いします。よしよし。何やりますか。四コスプレで。部活で、はい、明治でもやるし。部活でやってるやつやります。せーの、タイムトゥゴー。やったな。タイムトゥゴー。やってるわ。せーの、タイムトゥゴー。ボレーで意識していることはボール上げる人との間合いを合わせてしっかり早めに軸足を設定してこう自分が思っているところずれたボールに対して、まあ、柔軟に反応できるようにするっていうことが大事だと思います。間合いを合わせることと軸足を早く設定して膝で柔らかくボールを運ぶっていうことを意識しています。おぉ、フォーボレーもバックボレーも共通なんですけど。ああ、入ってるぞ。僕が意識していることは、グリップの緩みです。ボールの高さによって力みすぎてしまうと、合わせれなくなってしまうので、グリップを緩めて高さを合わせるようにしています。以上です。はい。あまり上半身は力を入れすぎないで、足で運ぶイメージでやってます。僕は、ドンキです。
さっき4コースボレーをこの4人でやってみたんですけど、皆さんもやっぱり部活とかでああいう4コースボレーとかやる機会がたくさんあると思うんですけど、ここにいる人たちがくれたことを意識してみながらやってみるといいと思います。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録と Twitter とインスタもやってるんでフォローよろしくお願いします。ソフミ概要欄お願いします。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。このラケットを使っている方とランダ対決していきたいと思います。日の丸も入ってますね。うわ、えぐいって。